今回は無水カレーにチャレンジします。I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. どうもこんにちは。今回はこちらストーブ鍋ピコココットラウンドを使って無水カレーを作っていきたいと思います。ちなみに今隣の真鍋の方ではお米を浸水しています。で、今回はこのストーブの説明書についているレシピを参考に作っていきたいと思います。で、材料は人参1本、じゃがいも1個、玉ねぎ2個、あとまあお肉と、まあ、カレーの粉と、あとまあお塩かなが書いてありました。材料は結構私ながら不思議なんですけど、玉ねぎ2個も使うけど、じゃがいもは1個だけ、人参1本はまあまあ量的になると思うんですけど、なんかねバランス悪いなって感じするんですけど、無水にするからあれなんですかね、水分の出るものが多いっていう感じなんですかね。ちょっとまずはねこれを野菜カットして準備を進めていきます。はい、人参切ります。人参は薄くいちょう切りとなってます。いちょう切りがよくわからない。これで薄くかな。はい、人参カット OK です。そして玉ねぎ、はい、じゃあ次玉ねぎ切っていきます。玉ねぎは繊維に対して直角に切りとなってるんで、玉ねぎも切りました。すげえ量だな、これ。ちなみにレシピ的にはカレー、4人分ですねとなってます。まな板いっぱいになったんで、これ一応先に鍋の方で玉ねぎと人参をよく炒めるとなってるんで、先ちょっともうこれ炒めて、でまな板が空いたらじゃがいも切ったりとかしていきます。でサラダ油入れます。はい、じゃあ鍋温まったんで止めていきます。すごい量なんだけどこれ。はい、これ今玉ねぎと人参入りました。もうすごい量になってますけど。はい、ちょっと炒めてる間に、じゃがいもを火にしちゃいます。はい、じゃあじゃがいもの皮むきました。じゃがいもは2センチ角に切り、なってるんで、2センチって。はい、じゃがいも切りました。で、これ玉ねぎ、人参、ストーブの感じまで炒めていきます。はい、で、これ玉ねぎどうかな、ちょっと透き通る感じにはなりましたね。なので、これにじゃがいもをまず追加します。で、お肉も追加します。お肉は 200g ですね。で、ここに、カレーパウダーを大さじ1。
はい、小さじ1で、塩小さじ1これでひと混ぜをしたら蓋をすると入ってますので、はい、これで蓋します。で、これで蓋の隙間から蒸気が出たらごく弱火にして20分間加熱ですね。先日お米炊く動画もアップしましたけど、それとまあ基本この辺は考えは同じですね。ここから蒸気、湯気が出てきたら弱火。ただまあ今回はあの水が一切入ってないんで、どうなのかな、どんぐらい出てくるんだろうってのがありますけど、ちょっと様子見ながら待ちたいと思います。玉ねぎがすごい山盛りだった。玉ねぎ2個入れてるんで、じゃがいも1個で、人参1個。あ、そうかしら。じゃがいも1個ってやばくない？1人前ってこと？うん、これ4人分。なんだろ、水が出やすいものが多いのかな、玉ねぎ。それは確かに。じゃがいも1個は少なすぎ。はい、蓋して5分も経たないぐらいかな。湯気が見えないよね。出始めましたんで、あ、見えるかな、これこの辺ですね、出てるん で弱火にします。で、ここで20分タイマーセットしたんで、ちょっとこのまま待ちたいと思います。はい、で、これであと残り1分となりましたので、1分経ったらこのまましばらく置いておきます。あの蓋も開けずで、そのまま冷めるまで置いとくとなっていたんで、ちょっと待ちたいと思います。はい、でこれでしばらく置いておきます。で、この間にこっちですね、ご飯浸水してました。で、これを炊いていきます。ぜひあのご飯炊く動画もアップしてますので、ぜひ見てください。あのこれでやればほぼ間違いなく上手に炊けますよというものを紹介してます。じゃあ彼が今お風呂に入っているんで、私が続きやります。次が1かな2だっけ、2 1ってこれ、温度1で5分、1,2,3,4,5 分で、はい、弱火でやっていきます。はい、2段階目の弱火がこれで終わりました。最低10分蒸らしに入ります。なんでこれこのまままた放置します。はい、では触れるぐらいまでは冷えたので、ちょっと開けてみたいと思います。どうですか？全く、ま、カレーに見えないので。ちょっと混ぜます。あ、水分はめっちゃ出てるな。肉じゃがみたい。カレー粉薄いんじゃない？カレー粉足りないかもね。ちなみにこれはカレー粉スプーン何杯ですか？大さじ1です。ちゃんとレシピ通りで。これは明らかに少ないね。そういうもの？このカレー写真こんな感じなんですね。これが薄いよね。うん、食べてみる。ちょっと食べてみる。うん、薄い。薄いらしいです。はい、じゃあこれにカレー粉を追加する。これもうちょっとこの粉追加していきます。これ多分種類によるんですかね、大さじ1っていうのは。何入るかな。これには一皿カリー粉大さじ1杯って書いてるから、4人前よね。4人分だから3杯くらい追加してみる。はい、ちょっと瓶の瓶に書いてある分量だいたい1杯。うん、
辛くない？大丈夫かな？ちょっと少ないね。ほい、これちょっと一混ぜして、またちょっとさっきと同じ感じでもうちょっと煮てみます。塩かな、塩もちょっと入れようか。塩入れますか？はい、あんま混ぜるとね、煮崩れしちゃいそうなんで、はい、さっくり塩ちょっと入れます。はい、火つけます。まあ一回これでまたちょっと湯気出るかな、ちょっと湯気出るぐらいまでやって、もう一回弱火ちょっとだけ煮込んでみたいと思います。これはちょっと煮込みましたんで、ちょっと火弱めて5分ぐらいかな、弱火でさらに煮込んでいきます。でまたこれでちょっと置いて味見をしてみたいと思います。はい、ではこれで2回目煮込みましたんで開けてみます。今度は見た目はカレーかな。うん、色合いはいい感じなのでちょっと味見してみます。から塩足します。ちょっと味見をお願いします。あ、いい匂い。辛っむちゃむちゃ辛いよこれ。入れすぎた。味はそんなにね、辛らないんだよな。なかなかスパイシーカレーが出来上がった。スパイシーやばい。これこのカレー粉のおかげかな。あれ、あの本物の味を、確か本物っぽい味やわ。めっちゃ辛い。辛口カレーが出来上がりました。塩っ気あんまりってことですね。はい、じゃあこれでカレーの出来上がりましたので持っていきます。じゃあご飯の方を開けてみます。これはバッチリだね。ご飯はいい感じに入ってますね。はい、じゃあこれで完成となります。まあ、無水カレー自体はいけましたね。完全無水でいけてます。あと味のところなんで、ちょっとあれですかね、カレー粉をちょっといろいろ試してみたいとか、以前一番最初かな、無水カレー作った時は普通のカレー粉使って、それうまくいったんで、意外とこのパウダーじゃなくてもいいのかなって感じはしますけど、こんな出来上がりとなりました。ちなみにこのご飯と一緒でどうなるか味見してみます。うん。あ、スパイシーだね、やっぱり。本格カレーって感じまで出来上がりましたね。うん。うん、うまい。ちょっとやっぱあれですね、いろいろちょっとカレー粉、カレーの粉、いろいろ試しながら、あの、もの自体はあれですね、ほんと無水でやってる分、すごい味濃くというか、なんか野菜の甘みが出てるような感じにはなっていて、ちゃんと火の方もね、あの通っていますんで、全く問題なくカレーとしては出来上がりました。まあ、ちょっとやっぱあれですね、もうちょっとカレー粉含めていろいろ試してみて、さらにちょっと美味しいカレーできるようにしていきたいと思います。ちなみにご飯の方はほんとバッチリですね、これいつも通り。うん。あ、めっちゃいい感じ。はい。開けてみますので、まあ、ぜひね、こっちにご飯炊く動画の方もありますんで、もしよかったら、ぜひご覧ください。今回のカレー含めて何かストーブとかね、この辺に関しても何かありましたらぜひねコメントいただければと思いますし、もしよかったら高評価の方とチャンネル登録の方もぜひぜひお願いします。では
ご視聴ありがとうございました。うん。